はい、ということで練習やってまいりました。試合1週間前なんですけれども、貸し切り状態です。昼過ぎぐらいに来たんで、多分人いないなと思って、この時間帯、この時間が一番暑いんで狙ってきましたけど、かなり暑くて練習しづらい熱中症に気をつけて試合1週間前の調整をしていきたいと思います。これ何でもできる、これ一人だから。ふぅ、今日最後のがっつりの練習から、ここまでしっかりスピード入れて、あとはもう落としていくだけ。決戦と同じようにどんどんゆっくり落としていくだけになります。それでなんですけど、ちょっと今日アップで初めてプーマのカーボンシューズを使っております。ちょっとやってみたんだけど、やっぱりカーボンで浮くんで、浮く感覚はつかみやすいかなと思います。いつも僕反発のないウィンドスプリントでやってるので、よくも悪くも調子いい時は調子いいってちゃんと教えてくれるし、調子悪い時は調子悪いって時はちゃんと教えてくれるんですけど、浮くいい感覚だけはこれつかめるから、カーボンに騙されないでしっかり練習するのが大事かなと思います。まあまあいいでしょう、やっていきます。練習終わりました。ちょっと試してみたけど、さっきもちょっと話したんだけど、勘違いしやすいかな、跳ねちゃって。良くも悪くも、調子いい時も調子悪い時も全部彼は教えてくれるんで、北野先生の言葉はいつも借りてますけど、コーチいらず、コーチなのでもう、こいつに今日も僕、流しでディスられました。引っかいてるよって。はーいっていう。で、スパイクはいつも通り、エリート2で走りました。メニューは92本やったんですけど、タイムが9秒81と9秒71でしたね。まだ11秒1ぐらいのタイムで走れると思うんで、条件次第で10秒狙っていく感じになってくると思います。調子よし足の前に体が疲れてるんで、しっかり休ませていきたいと思います。明日ウェイトして、明後日ちょっとまた撮影かな、そういう流れになってきます。それではやっていきましょう。まずミルクティー味ですね。もうないです。もうあと2、3杯しかない。やべ、ポケモンの音がうるさいな。最近アマプラでポケモン見るのハマってて、影響されすぎて 3DS の金バージョン買っちゃったまずミルクティーを入れますと、それでこのクレアチン、よしきにドーピングドッキリしたやつですね。クレアチンも入れていきます。クレアチンでなんか瞬発性が上がるみたいな、あと筋肉系がこうキッとなる感じあるんですけど、水分も多く取られちゃうんで、そこは本当に気をつけなきゃいけないですね。だからいつも以上に水分を多めに取りましょう。クレアチンを摂取している人は本当に肉離れの原因になると思うんで気をつけてください。ジュリアもペットボトル2リットル毎日こうやって飲んでたからね。あいつもクレアチンめっちゃ飲んでたけど、今はどうかわかんないけど。いやでも一回ミルクティー味牛乳と混ぜて飲んでみたんだけど、美味しいね。水でも全然飲めるんだけど、牛乳一回飲んじゃうと牛乳にハマっちゃう。練習しっかりした後にこのプロテインを飲むまで、これで強くなった気するんだよね、本当に毎回。いや、なった気っていうかなってんだけど。あと今日は家で編集して一日が終わります。お疲れ様でした。はい、ということで試合4日前になりました。クラブ対抗から明けて3週間ぐらいかな。今回今シーズンでトップ3に入るぐらい気持ち入ってる。おー、いいね、いいね。心の病にかかってる。心の病だったのクラブ対抗終わって今日初めて走りました今回当日来れるんだもんね。あ、行きます。お、ありがたいね。めっちゃ楽しみに。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで準備終了いたしました。これから競技場に向かいたいと思います。いや、初めてですね、ナイトゲームっていうのは。この季節暑い中ね、夜の方に試合やっていただいてすごく感謝です。まあ向こうでよしきと合流してまたオープニング撮ると思いますので、ちょっとそちらの方でいろいろ詳しい話していきたいなと思います。それでは競技場の方に向かっていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。はい、ということで、はい、本日はですね、条件次第では、はい、10秒出していこう。イエーイ。やべえ、これね、めっちゃ楽しみ。条件次第だからね、無風換算で11秒1前半を今回しっかり出していきたいなと。で、その中でいい風吹いて10秒9という作戦です。なるほど。うん、これを刺そうとして一人の蚊の命がなくなりました特に言うことはないから、あんまりどんだけ力まないか、どんだけ自分の意識でしてきたことをレースでできるかのみ。なんかないの言いたいかと。ボルトの9秒958のレースを10回見てください、走る前に。
検証し成立させた男です。今日初のねナイトゲームということで、武田の7時前にレースがあるんで、はい、今日初めてなんですよ。ナイトゲーム初めてなんですけど、プラス、はい、今日30分後に国立で 100m の予選あります、はい。そうですね、はい、佐田くんも走ると、走る、佐田くんとお揃いということで、はい、うん、そういうわけじゃない、でも、いや、そういうわけじゃないけどテンション上がるよね。テンション上がる。日本代表にいい風吹かせてやろうかなと。なるほど、はい、なるほどね。持ってきます。うわ、持ってきます。え、俺は、俺それ持ってない。持ってないでしょ。うん、あげる。いいですか。これでちゃんと日本代表応援してください。わかりました。はい、自分の10秒のためじゃなくて、あの日本代表のために頑張ります。あ、なるほどね、うん、そういう時の思いの方が強そう、周平は。ちょっと待って、え、えぐいよ。えぐいよ。はい、ということで蚊がすごかったので競技場の中に入ってきました。もうアップ時間です。もう言うことないわ。さっき途中でなんか言いかけたことなかった。え、ないか。蚊か蚊のみウィンドスプリント。はい、皆さん新色だなし、これちゃんと動画で言うの初めてじゃないかな。かっこいい。動き悪いと教えてくれるんで。あ、そう、はい、素晴らしいシューズだね。素晴らしいシューズ。滑るんですよ。あ、そう、はい、動き悪いと、はい、動きいい時は押せるんだ。そう、あの気持ちいい、履いてて。へ、えー、それから履きづらいとか思ってるあなたはもしかしたら動きが悪いのかも。なるほどね。TKD がアップに行きました。俺が2年前にあげたこのタオルずっと使ってくれてるのね、周辺は。これデデンって入るダッシュで行こうぜ。これ概要欄からね、まだ在庫があったら買えます。よし、行ってきます。さあ、TKG です。さあ、力まなきゃいけるぞ、周平。いや、風が、うん、さあ、ここら辺どうでしょう。10秒台また記録は出るでしょうか。佐藤と宇野くん、右下で11秒1、向かい風ですか。向かい風 1.7 でいいんじゃないか。どうなんだ。次は武田くんです。うわ、11秒1。いや、バカ早い。おいおいおい、出た。武田くん全然ず11秒1、自己ベスト。しかも向かい風 1.7 だよ。ってことはこれ、え、これやばすくないか。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。じゃあ、じゃあ早速ですけど結果の方から言っていきましょうか。マイナス 1.7m で、はい、11秒10。これはすごい。これまずいっすね。これすごいよ。もうですね、はい、いつも使ってる無風換算機、はい、こちらドン10秒97。はい、出ましたね。無風で10秒97だから。ってことはプラスなんか 1.0 とかさ、 1.5 とかだったら10秒8とか。8ですね。これゴールじゃダメ。ん、ゴール。いやー、これは四天王倒した後の次またシゲルいるパターン。いるんかよ。あの、クリアしたと思ったらまたシゲルがいるパターン。そうか。まあ、ということなので完全に大学に並んでるんで。いや、現役だよね。もう学生時代だ。やばすぎだろ、はい、マジ。じゃあ、ほんとお疲れ様でした。エリシさん、ありがとう、ほんとに。はい、エリシさんに久しぶりにいいとこ見せれてよかったわ。いや、マジでよかった、俺も。よかった、ほんとよかった、うん、ありがとうね。ありがとう、お疲れ様でした。お疲れ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK です。はい、ということで、お家に帰ってきました。うわ、いいのでは。なかろうか、札幌ビールということでね。いただきます。いや、僕のチャンネル見てくれてるのは学生の子が多いから、それもこう中高生のみんなが多いから、ちょっとまだビールの味わかんないか。See?
の時に20歳とか21歳の時無理してビール飲んだんだよ、みんなに合わせて。あ、とりあえず生みたいな感じで言ってたんだけど、マジで今とりあえず生だね。マジでとりあえず生持ってこい。ということで前半シーズンは終了となります。さっきも言ったんだけど、結果はマイナス 1.7m で11秒10。社会人ベストグオーン来たね。なんかもう10秒はいつでも出るなっていう感じはもう今回のレースで掴んだので、もちろんしっかり調整してね、いつも出るだけじゃないよ、しっかり調整すれば出るなっていう感覚は今回分かったので、俺の中ではちょっと半分ゴールした。無風で10秒9は出る力は確実に今あると分かり、改めて言いたいなと思う、言いたいなと思うことがあるんだけど、シーズン初戦が11秒3で、しかも好条件でね、そこから始まり、1ヶ月後の日体大競技会では小井さんで11秒3っていう、本当に出しちゃいけないような10秒狙いますって言ってる人が出すようなタイムではないタイムを出したんですよね。だから無風加算で11秒6ぐらいだったわけですよ。その選手が1ヶ月弱2ヶ月ないぐらいで11秒6から10秒9になったイメージなんですよ。これってあの武田すげえっていう風にとか、調整力すごいとか自慢したいんじゃなくて、調整すればいくらでも修正できるっていうのを今回皆さんにちょっと一個証明できたかなと思います。いろんなみんなの目標あると思うんだけど、叶わない目標なのかもしれないけど、もしかしたらいけるかもしれないっていうのは調整でいくらでもできる。その調整の中で一番何が大事かっていうのは、スピードレーンとか根性とかじゃなくて、何が悪かったかを分かんなきゃいけない。だからやっぱり一人で練習とかちょっと少人数でやってる人たちは難しいかもしれないけど、やっぱ今 SNS 普及してるから、まあ、いろんな人に聞いてみたりとか、まあ、もちろんコーチ先生たちがいるのが一番いいと思うんだけど、何が悪いかをちゃんと分かればいくらでも修正できる。ちょっとこれうまくできすぎてるなって俺もちょっと思うんだけど、まあ、中学生とかだったらね、成長期の中で 0.6 秒とか伸びるっていうのは全然あるんだけど、社会人でもう成長しきった中でこの 0.6 秒修正するっていうのは、何かがずれてるものをちゃんと自分で分からなきゃいけない。変われる。パッと見ね、俺の6月の試合と7月の試合を見比べて、パッと見なんかみんな見てもらって、なんかそこまで変わったっていうのは多分そこまでないかもしれないけど、自分の中では結構変えてるところあるので、まあちょっとそこはまた後日、ゆっくり話したいなと思うんですけれども、本当になんか諦めなければできるみたいな臭い言葉がありますけれども、まあ、がむしゃらにやるのも大事ですけど、ちゃんと冷静になって自分の悪いところを見極めれば、本当に諦めなければ絶対出るっていうのが今回分かりました。マイナス 1.7 で11秒1ですよ。マジ大学生と並んだもん。大学生のぼちぼち走れてる時ぐらいの俺。大学ベスト僕10秒8ですからね。下手したら今10秒8出ますよ。下手さなくても普通に出るわ。たらればあんまり言いたくないんで、もうこれ以上言わないですけど、みたいな、向かい風なければとか、なんかそういうたらればもうこれ以上言わないですけど、数字だけ見ればね、数字だけ見れば出てたので、うん。なので、まあ何を言いたいかというと、みんなも諦めずに頑張ろうっていう、小学生のスローガンというようなことを伝えたかったです。なかなかと話してしまいましたけども、本当にお疲れ様でしたということで、シーズン前半終了ということで、後半の 1,2 発目でもう10秒を出していきたいなと思います。出します。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。